関東州、関東州、関東州。赤が、両東半島先端部、黄色が、南満州鉄道日本が咀嚼した、両東半島先端部。面積は3462.5平方キロメートルで、鳥取県3507.2平方キロメートルと、ほぼ同じ大きさである。旅、大地域北東端にある地名の白子の次の漢字は、である。 ディスコードにはない漢字なので瞳と書かれることがあるが、正式には、が正しい。満州国成立後の満州の鉄道。赤の部分が、関東州時代からの南満州鉄道関東州は、日露戦争の終結後、その講和条約であるポーツマス条約に基づき、中国の両党半島先端部と南満州鉄道付属地を合わせた、咀嚼権がロシアから日本に移行した地域。 1905年12月の大日本帝国と新朝の間で締結された満州前後条約から1945年8月に日本が敗戦するまでの期間、日本はこの咀嚼地を統治していた。現在の中華人民共和国領年少大連市の一部、地域などに該当する。現在の大連市のほぼ南半分。 広島蘭天区の広島蘭天湾から東へ川口まで、引いた線の南側に相当する。南満州鉄道付属地については、南満州鉄道を参照のこと。関東とは中国語で、山海間から東側、つまり満州全体を指す。日清戦争で日本が新朝から割上された領土のうち、両東半島については、ロシアドイツフランスによる三国干渉で、 変換することとなった。1898年にロシアは、両党半島の一部を25年の期限で新朝から咀嚼した。ロシアはここに、旅順軍港を執行し、日露戦争では、両党半島は、日本とロシアの激戦地となった。1905年9月戦後のロシア帝国との講和条約である、ポーツマス条約で、新朝からの咀嚼地の権利を日本が引き継ぐことになった。 同年12月22日には、新朝との間で、満州前後条約を締結し、この地域における権益をロシアから日本に移譲した。ロシア時代のダルニーは、ダイレンと解消された。この咀嚼地の名称は、関東州であり、当初は、軍政が敷かれていたが、1906年9月1日に、民政に移管され、関東と特府が設置された。その後、 関東都督府は1919 19年4月に関東軍が分離し関東庁に改祖1934年12月には関東局とその下部機関である関東州庁に改祖した。新庁崩壊後、関東州の租借地は1915年に中華民国との条約により租借期限を1997年まで延長された。1932年、 関東軍が東三省全土を占拠し満州国を建てると、租借権の設定は満州国から受けている形式に改定された。1937年には満鉄付属地の行政権を満州国に返還した。1945年のソ連対日産戦で関東州はソ連軍に占領されて、関東軍は降伏し、関東局、関東州庁は破解した。 大連はロシア時代から自由港であったため、関東州成立後も自由港として存続し、活発な貿易が行われた。大連で荷上げした中国国内向きの貨物を再度、関東州と中国との間で検査するのは非効率であるとして、大連には中国の税関が設置されていた。しかし、実際には抜け道が多かったためみつ貿易の拠点の一つになっていたと言われている。 関東州は日本の通貨、日本銀行の円との10交換が保証されていたが流通していた。なお、この通貨は内地では使用できなかった。1945年日本の廃線により中華民国に接収された。行政区分として市、会が置かれた。関東神宮鎮崎年儀って郵便事業は日本の郵政関連の館長である定新省の下にある 関東挺心局が担当していた。この関東州管内のみを発売区域とした記念切手が2度発行されている。最初は1936年9月1日に発行された関東州市政30周年であり、2度目は1944年10月1日に発行された関東神宮鎮座記念である。関東州施政30周年の図案関東神宮鎮座記念なお、 この記念切手は日本が戦争中に発行した最後のものとなった。いずれも大日本帝国郵便との表記がなされているが発売局は関東州に限られ日本本土では切手収集家向けに通信販売されただけであった。特に関東州市制30周年の10銭切手は5万枚しか製造されなかったため当時からプレミアムがついていた。 現在でも比較的高価な部類に入る1935年国勢調査よりありがとうございます。